Hello, what's up guys? My name is Lee and welcome to my video. 今回の動画はチャプター2になって、勝率を上げたい方は絶対知っておいた方がいい、実践で使える小技をいくつか紹介していきたいと思います。こういう系の動画をよく見ている方はわかると思いますが、全部技を覚えていきなり実践で使うのは不可能なので、一つか二つに絞って、まずはクリエイティブで練習することをお勧めします。また、フレンドと一緒に実践風に練習することで、さらに効率よく技をマスターできるようになります。少し練習がめんどくさいって気持ちもわかりますが、チャプター2で勝ち上がっていくにはこういう技を練習して身につけるのが一番強いので、よかったら参考にしてください。まず最初にチャプター2になって大きく変わったことといえば、移動の手段が減ったことです。以前はジャンパや裂け目、あとはハバーボードなどがありましたが、このシーズンでは全てなくなりました。つまりアンチ移動、特に終盤の時に自分で建築しないといけない状況が増えたと思います。そういう時に資材を温存して使えるトンネル建築がこんな感じです。建築する順番はまず床、そして次に左右のどちらかに壁、そしてそのまま階段です。普通のトンネル建築よりもだいぶ資材を温存することができるので、覚えておくことをおすすめします。次にチャプター2で新しく追加された水の中で泳ぐ動作はスピード感があって便利な時もありますが、陸で待ち構えている敵からしたら AR で削りやすい的になってしまい、終盤のアンチによっては不利な状況になってしまうことがあると思います。そんな時はこのように水に入って壁を建築して、そこから床をどんどん伸ばしながらアンチ移動をすることで、普通に泳ぐよりも敵からの攻撃を防ぐことができます。次に対面で使える小技をいくつか紹介します。まず最初に敵が建築の中にこもっている時に、このように壁を建築してドアを敵の壁に当たるように編集することで、ドアを盾として使うことができます。うまくドアを使えば敵の攻撃を受けることなく壁を取りに行くことができます。注意点としては、敵にトラップを置かれないように周りを自分の建築で囲ってください。また以前の動画でも紹介しましたが、敵が壁を建築しててもドアと敵の壁に触れながら前に進めば敵の壁をすり抜けることができます。海外の配信者さんが紹介してたのですが、ここで AR や SMG を使って敵の壁が壊れる時に少しだけ前に進めば、ちょうど壁を透ける状態にすることができます。そのまま壁を透けて AR や SMG を打ち込めば、敵に大きなダメージを与えることが可能です。そしてもう一つこの技の利点としては、敵の間合いに入らないのでトラップを設置してきたらすぐに外に出ることもできます。なかなか強力でまだ新しい技なので、敵も予測してくる可能性が低いです。ぜひこの技を身につけて実践で使ってみてください。次に僕が対面の時に意識していることですが、これは多くの世界レベルのプロも意識していることなので、ぜひ参考にしてみてください。それが予測打ちです。一見簡単に聞こえるかもしれませんが、しっかり使えるようになるまでたくさんの練習が必要です。その名の通り、敵の壁を取りに行く時によく敵が編集してカウンターを入れようとすると思いますが、それを先読みしてショットガンを撃ちます。うまくタイミングが合えば敵が編集してきた瞬間に大ダメージを与えることができるので状況を有利にできます。また敵もびっくりするので確実にキルできる確率も上がります。まだ考えたこともなかった方はぜひ対面の時に意識してみてください。最後に、敵が壁を取りに来た時に階段をこのように編集して透けることでダメージを与える技は結構知ってる方も多いと思います。そして最近いろんな人が使っているので、読まれやすく自分もダメージを受けてしまうことも多いと思います。この技を一番うまく使うには、敵が壁を取りに来た時に壁が壊れた瞬間に後ろを振り向いて階段を建築します。ギリギリで階段を建築することによって敵は自分の階段と勘違いしますが、その隙に階段を編集して透ける状態で敵にダメージを与えます。最初から階段を建築しておくのではなく、ギリギリのタイミングを狙うことによってほぼ確実に敵の意表をつくことができるので、おすすめです。今回の動画はこれらの小技の解説でした。少しでも参考になったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。チャプター2で少しでも勝率を上げたい方は、この動画で一つでも技を練習して身につけることをお勧めします。皆さんは今後移動系で何が来てほしいですか？よかったらコメント欄で教えてください。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。バイバーイ。